こんにちは、シーナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはスズキ GSX-R1000、こちらですね、2015年のモデル、エルゴモデルとなります。そしてですね、カラーリングはなんとこのエクスターカラー、もうスズキを代表しますカラーリングですね、当時をね、馳せた人気のあるカラーリングとなっております。そしてね、非常にコンディションのいい一台となっております。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、この L シリーズの顔ですね、特徴なのはね、この横に伸びたですね、ヘッドランプですね、横三眼となっておりましてね、非常に明るいね、レンズとなっております。もちろんですがね、割れ、飛び石による塗装剥がれ、スクリーン割れ、そういったものもね、ございませんね。フロント周り、非常にコンディションいいですね。はい、そしてね、続きまして足回りですね、フロントのフェンダー、こちらもね、ブルーのね、メタリック、大きなね、塗装剥がれ、割れ、そういったものもございません。そしてですね、ホイール、ブラックのホイールでですね、ブレーキは ABS モデルとなっております。もちろんですね、ブレンボがこのモデルからですね、標準となっております。倒立のフロントとかね、オイルにじみ、漏れ、そういったものも見受けられませんね。非常にね、綺麗な足回りとなっております。はい、サイドもあってカールですね。はい、このね、エクスターのね、カラーリングがね、非常に眩しいですね。大きなね、カウル割れ、傷、テント傷、そういったものも見受けられませんね。フレーム、クランケース、こういったところもね、大きな傷などね、ございませんね。サビ腐食ももちろんありません。はい、そしてステップですね。ケンツのね、バックステップ、こちらが、装着されております。ポジション良さそうですね。はい、そしてね、マフラーです。こちらの車両のね、マフラー、吉村マフラーですね、なんと。サウンドが楽しみです。後ほどご紹介したいと思います。はい、そしてね、リア締まりですね。フロント同様、ブラックのホイールです。大きなね、ガリ傷、曲がり、そういったものもございません。タイヤですね、まだまだいけそうです。はい、サビ腐食のないね、綺麗な締まりとなっております。シートです。シングルシートとなっております。そしてですね、フロントシート、大きな破れ気ではありませんね。はい、タンクです。はい、こちらもね、転倒によるへこみ傷、大きなもの、そういったものもございませんね。はい、輝いております。タンク内ご紹介です。はい、もちろんです、大きなサビ腐食はね、ございませんね。よいしょ、ではね、エンジン吹き上がりいきたいと思います。はい、問題ありませんね。マフラーもいきます。非常にね、気持ちよく吹き上がる4気筒エンジン、さすがに GSX-R って形ですね。非常にね、乗りやすくですね、サーキットもよし、街乗りもよし、なんとね、足つきもいい1台となっております。ぜひね、GSX-R1000 お探しの方、お問い合わせをお待ちしております。